皆さんこんばんは。気まぐれアクアの時間がやってまいりました。トリプテルス育成日誌も52日目、本日のお題はログレスカンダ。本日は2024年10月16日水曜日、時間は0時30分を過ぎたところですかね。まあ連休明けのね、あの初日、昨日ね、火曜日そうだったんで、結構疲れてる方も、こいつらも疲れてます。あの、しゅうちゃんがね、ぼーっと頭出してますけど、どうなんかな、まあまあ、昨日とそんな変わらん光景をとってます。でね、昨日と違ってちょっと気になるのは、やっぱ水ミミズとね、貝がね、すっげえ増えてる。おぉ、ゆたかおはよう。おぉ、しーちゃんもこっち来ましたね。あのね、カメラの動きに敏感になっちゃって、すぐ逃げるんだよね、これ。この人は大丈夫なんだけどね、ゆたかくんはね、まあ、カメラを気にするっていう素振りはほとんど見せませんね。だからね、多分餌やりすぎなんだろうね。出てきてはくれるんですよ、電気つけると。ね、しゅうちゃんもね、のそーっとあの餌場の方に近づいては来るんですよ。来るんですけどね、今日はパクつく姿を見せなかったね。あの、両方ともね。でね、両方ともって言ったけど、出てきた。よしみさん。2日ほとんど見てない、ほとんどじゃないや、全く見てない。非常に心配でございます、はい、どうなんだろうな。でも結構ね、この手の魚ってクレコの時はそうだったんだけど、1週間に1回さえあれば十分だったような気もするんですよね。今毎日やってるからね、まあ、撮影の都合上もあるんだけど、今日はね、ほんと少しだけ巻いてます。巻いてますが、カクツクそぶりは見せませんな。はい。腹減ってねえんだよな、多分な。かといってね、生き餌されてた時の、その、際限なく食べる記憶が、おー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 おおおおしゅうちゃんの上乗っちゃったよ。言うたら。あれ、好奇心が旺盛なんだろうね、この子はね。いやいや、魚によってね、性格の違いもはっきりしてきたんですが、今日は結構泳ぐ場面を撮れたかな、おかげでね。まあ、同じようで、毎日少しずつ変化してる、我が水槽でございます。はい。どうも、最後までご視聴ありがとうございました。プレコがお送りしました。おやすみなさい。ではでは。